ふむふむ、これか、これが楽譜か、これがなんかもらえるわけじゃなくてこれを見てやれってことだよね。多分一段下がって、うん、待って、一段階上がってる2個目は一段下がって上に行ってんのか。なるほど。あ、ちょっと形違うんだね。こんにちは、土の子です。これなんか手紙として、これ紙が手に入るのかなと思ったらそうではなかった。ドレミファとか書いてくれ。まああれを読めってことでしょうな。ちょっとじゃあ音楽の方はなんか2個目のやつもあるみたいなんで、あれはまた後々やっていきましょうか。なんかいろいろいい情報がたくさん手に入ったんですが、ちょっとまずはちょっと進めていきましょうかね、今回はね。こっちかな、まだね中入ってないんで行ってみよう。マシュマロの国。ほう、みんな、なんか可愛いシルバニアのお家みたい。ちょっと聞くざます。ちょっと待って、オウムは頭に乗せてんの、すげえな。でもちょっとグラマラスなお方です。マシュマロ王の病気が一向に良くならないので、この国を治める人がいないざます。はあ、どうする。え、ちょ待って、マロちゃん、マロちゃんじゃないのこれ。なんかマロちゃんの雰囲気めちゃめちゃ似てるけど。しかし私マルガリータが行方不明だったマロ王子を見つけたざます。マロ王子どうぞ。マロ王子ってもしかして、え、どういうことだ。あら、王子も久しぶりに大勢の人前に出るので恥ずかしいのかしら。おおほほほほ、おおほほほほ、早くするざます。と、通れない、そんなに太ってるからざます。なんだこいつ。こいつはマロ王子ざます。あのめちゃめちゃでけえ鳥ちゃんよく出てくる、マリオに。お帰りなさいマロ王子、太りましたね。真っ黒ですねマロ王子。あ、何ですか王子これ。まあこの私が、そんな、でも王子がどうしてもとおっしゃるなら。決心したざます。悩みましたが王子の仰せつけにより女王を務めさせていただくざます。マルガリータ女王、ああなんて素敵な響き残暑。そういうことになりました。では皆の者ごきげんよう。早く入りざます。ちょっと、なんと偶然にも僕と同じ名前の王子様がいたんですね。どう見てもマロ王子やん。さあ次のスターピースを早く探し出しましょう。守りたいこの笑顔、出た出たな笑顔が。いい笑顔するんだから。まったく、うん、なんか隠しがあるぞ、ま、この上らへん怪しいっすよねやっぱね。ほらやっぱり、はいよ、なんかあと9個っつってたな。いらっしゃい、何か欲しいのかな。スーパーキノコ復活、デカパンチグローブ、お、マリオ、お、くっつきグローブ、ハンドキャノン、お、全部買っとくか。くっつきグローブ、ハンドキャノン、センス。センスで踊るのかな。ジュリアナ東京、ピーチがセンスで踊ってる姿ちょっと見たいな。早くバトル欲しいな。ちょっと一通りちゃんと違うからねみんな。あ、なんか全然寝る場所ないけど。休みたいのかな。いや、いらないです。こっちか。あ、この下にあるのか。お、すげえ。パインパイン、パインパイン。幽霊の証も結構ヒントくれたので、あれも多分後々できることでしょう。難しすぎるよねあれね。あれだけじゃ全然分かんなかったぞ僕。みんなのあのヒントでなんとかあのまとめてやりますね後でね。マロ王子はなんでマルガリータを女王にしたんでしょうね。自分を見つけてくれたからかしら。本当だよ、マルガリータって誰なのところで。昔見たマロ王子はまだ小さくて、それをそれは可愛いものでした。それがあんなにたくましく育てられて、まあまた王様にお仕えしたいわ。ジュゲムバスを知ってますか。全然知らない、何それ。マシュマロ王専用の大型乗り物のことです。今はご病気のため運行中止ですが。
へえ。王は銅像が大好きなのよ。城の中にいっぱいあるの。マシュマロ王は銅像がお好きとな。俺は城の中で働いてたんだが、何回か見たよ、マルガリータ様が王子を叩くの。きっと厳しい教育をしてるんだろうな。あんなに太ってたっけな。病気大丈夫かしら。王様の病気は治らないのかしらね。でも王子が帰ってきたので大丈夫なのかもね。久しぶり見たマロ王子は変わり果てていたけど、きっとマロ王子なんだろうな。みんな、なんでマロ王子だと思ってんの。あそこの門にはいつから鳥が立つようになったのかね。前はみんな出入りできたのにね。そこは彫刻家ガロの家だよ。マシュマロ王がよく銅像を注文していたんだ。でも王様はご病気だから注文どころじゃないんだろうね。どれどれ、ここ。おーすごい、めちゃめちゃ、あれこれ自分じゃないこれ。ああ、僕だ。ああ、それかい。それはマシュマロの若い頃の。うん、坊やは。僕マロだよ。でこちらがマリアさん。マロ、やはりそうですか。王子、すっかり大きくなられましたね。そんなに飛ぶ。僕が王子。めちゃめちゃ可愛い。コロコロコミックの顔だなこれな。いやー、こんな感じで落ちてきて、ケロケロに助けられて、マロがふぅーケロケロは、育てたんですよ。そうだったんですね、お母ちゃんと。なんでマリオあんな変装うまくなってんの。モノマネ師じゃねえか。そのカエル仙人に育てられたのか。やはりマロ王子に違いありません。ということでマリアさん、僕王子です。めっちゃすんなり受け入れた。おもろ。しかしあのマグルガリータという女はどうもおかしいと思った。ということはひょっとすると王子の父親マシュマロの病気も嘘。では早く城の中のパパとママを助けてあげなくては。めちゃくちゃ勢いあるや。行っちゃった。お前なんだ、入れない、入れない、シューン。そうだ、いい考えがあります。ちょっとこちらへ。一瞬でやめて。用意はいいですかな。はい、ちょっとの間じっとしててください。なんだ、じっとしてない。めっちゃボタンを押してるけどダメだった。おお、すごい、無限乱舞みたいな。おお、動いちゃいけません。銅像のように振る舞うんです。いいですね。では行きましょう。すごマリオの像でいいの。注文の品を持ってきたぞ。よし、入れてやる。待て、これはマルガリータ様に似てないな。痛い痛い。これはマルガリータの父の母の息子の子供、アラビアータの銅像だ。そうだったの。それなら入れてやる。うわ、すご。ふう、危なかった。口から出まかせでうまくいきました。本当はアラビアータなんていないのに。まあ相変わらず素晴らしい出来栄えざます。私の美しさが見事に出ているわ。さすがはガロ。ありがとうございます。では私はこれで。ちょいとお待ち。この薄汚い銅像は何だい。それは私の最新作でございます。マルガリータ様のために特別にご用意いたしました。名付けて弟を訪ねて4000里。ご覧ください、このふさふさとしたひげ、弟思いの優しさを表してみます。ここでまさかのまたルイージが出るっていうね。ほら見てください、そしてこのしっかりとしたもみあげ、心の強さを表してみました。あのゴールデンマリオってこれが元ネタか。なんかたまにあってね、ゲーセンのプライズかなんかで。そしてこの足、どんな距離もひとっ飛びで届く強力なジャンプ力を表してみました。お気に召し詰まっちゃったでしょうか。ほう、私も芸術にはうるさい女。そしてこの銅像は素晴らしい、ざまざます。
さすがはガロ、私の美しさとこの銅像の力強さがまったりと調和するざます。ありがとうございます。では私はこれでよろしくねよろしく頼んだよ。素晴らしい。トド、何をしているの？早くこの銅像を運ぶざます。ドドド、ドドまったく、さっさとしなさいよ。おお、ドドこっち来る、ドド。何してんの？ちょ つつかれ怖えな、なんでつつくんだよ、やめろよ。なんこれ、ドドちょ待って、なんかこの構図見たことあるぞ、あのブロリーとベジータのやつでね。えおお、動ける。え、動いていいの？あ、動いて、なんかめちゃめちゃ笑い声聞こえるの怖いんだけど、夜やんなくてよかった。どうぞ、どうぞはきちんと並べたざますか？そしたら今度はピカピカに磨くざます。私の美しさを引き立てなさい。なんなのよその顔は、言われたらすぐに取りかかるざます。ドドはかなり不機嫌な様子。銅像の振りがバレないようにジャンプで切り抜けよう。ほら、足音が聞こえてきた。あー、なるほど、ジャンプができると。移動はできない何やってんの、磨くのかな。え、なにこれ、おり、てれれれってて、こわえ、あ、怖い怖い怖い、やべえ、なんざます、銅像が動いたと言いそうな顔ね。そんなバカなことがあるはずないざます。早く身がつくざます。え、なにこれ、な、どうしたらいいの。怖っ、おー、いいみたい。めっちゃ怖え、めっちゃ怖え。大丈夫か？ちょ待って。え、ダメなの？だったらちょっとだけつついて確かめればいいざます。怖っ。え？うわー、バトルになった、なっちゃった。何考えてんの？ポン。火が苦手なんだね。腹減ったずら。じゃあ火が苦手だったら、あーでも全体か。あ、ちょっと待って、違う攻撃のあれが違うんだ。ピーチのやつも知りたい。いた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 、よし、もうやったから。ピーチのセンスいいね、センスいいね。あ、ちょパンチまずいな、まずまだ慣れないと。え、むず、よし、あー肘から出んのね。あー、パンチがまだできてない。これは慣れた。あ、へー、おーい、あ、逃げちゃった。あ、どうぞ、はげちゃった。大丈夫？何これ、どこ行ったらいいんだ。わわわわ、え、すご、あ、下行くんじゃなかった。何これなんかこれ何、おお、え、敵なのこれ、やば、強っ、強っ、よし、できた。オッケー。
びっくりした強くてこれ誰ハイヘイホーハイクララこれはちょっとマロちゃんに代わって僕の新曲ちゃんと聞いてよね明日は傘を手放せない一日でしょう次は交通なんか予報やってるぞ予報コリコリが分かれば一人前コリコリですね美味しそう中華クラゲ好きだけど僕もこっち行ってほうほうほうい行ってこっちには何が？うん、あ、なんか変なのいる。デミグラは寝ている。デミグラをちょっと調べてみよう。ベビーサタンみたいなね、なんかかわいいな。あれまたミスってる。よし、これは成功した。う。なんだ？おお、なんかめちゃめちゃですね。おびくさん、銅像じゃねえかここも。なんだこれ。え、風、え、すごっ。何これ。ロロトン、あー読めなかったもんもうあーここに戻ってくるのね。なるほどなるほど、はい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 。じゃあ文句なしに、あ、ここもあるな。まだこの奥には隠しがあると。ふむ、なんか新しいね。青いから、あの上怪しいぞ。あの宝箱の上怪しい。ミスターブルーバード、はい、君は素晴らしい。どうして？強いからかな。でここか。あれ鍵がかかってますよ。こっちかな。こっちまだ行ってないね。ありますか鍵。隠しあり。ん？聞いたよね多分昔に。この戦い負けるかも。いや聞いてなかったかな。あ、待って、隠しがあったんだよね。なんか、おお、まだある。この感じ、あのファイナルファンタジーの昔によく出てきてたこの感じこの隠しの感じ。他にもあるんかな。どこだろう。踏まないでお願い踏まないけどパンチしちゃった。で、おお、あった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 、ありましたわ。ほんで、よし、これで終わりね。オッケー。この国の近くには温泉があるのをご存知？うん。つまらないの、自慢しようと思ったのに。見たよ。なんとお部屋の真ん中に大きな卵が置いてあるんだ。時々卵を吐くんだけど、たまに身を守ってないと跳ね返せるんだよ。うん？ま、身を守ってると跳ね返せる。へえ。王様も温泉に入ればご病気も早く治るでしょうに。何も言わずこれをもらってね。フラワーセット。私はこの城の見張りをしていました。でもマルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。
もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないのであげましょうか。うん、はい、じゃあはい。でも何に使うのかな、余計なお世話かもね。宮殿の鍵もらった。ここよし。うわ、何これ。ランランラン、卵ちゃんにもよく育つ水をあげましょうね。あらあらあら、マリオはここまで来ちゃったのね。あれ、あ、あれ、鍵がかかって開かないっす。ふふふ、私寂しいの。遊んでくださる？いいよ、遊んであげる。ありがとう。いや、戦うんかい。遊ぶんじゃないじゃん。何考えてんの、教えて。500。焦らないで。パン。おお、割れ、割れる割れる割れる。どうなってる？割れるぞ、もうすぐ。え？何？キャサリンや。はい。私キャサリン、キャシーって呼んで。なるほど、こいつか、卵。なるほど、確かに卵吐く。なななななな、最後はあなたの手でお願い。まさかキャッシーが出てくるなんて。あー、なるほどね。ちょっといろいろ技使ってみるか、せっかくだから。ヒステリックボム、私を怒らせれたらどうなるか教えてあげる。 A 連打でダメージね。ヒステリックボム。おーおーおお。そんなに強く叩かないで。あなたも寂しがり屋さんなのね。いいわ、私の熱い卵をあげる。防御しちゃいやよ。ちぇー、なにそれ。よし、こっちだっていろいろ。全体攻撃が多いんだな、マロちゃんはな。雷毒管しかないか。三人技なんだっけ。あー、大回復か。なるほど。ちょっとじゃあマロちゃんは一旦置いといて、ジーノは、あー、みんなを守る系ね。Gのフラッシュ、敵全体だもんな。ちょっと待って、あ、入れ替えもうダメなのか。普通に攻撃するか。はい、ウルトラジャンプ。攻撃しちゃえ。ちょっとどうしようかな。クッパ、このクッパ入れ替えて3人技するか。必殺流星、せっかくなんでね、使った方がいいっしょ。流星パワーショット、キラ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 ーン、ドゥン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 。500。すごっ。私はあなたの心の恋人、寂しい時は私のこと思い出して、その時は優しく励ましてあげる。え、終わり。なんか卵、あ、卵。卵に戻ったか。ジノレベルアップ。なんだ、宮殿の鍵に。おお、いいのかな。おお、あ、うーわ、最悪。なるほどな、こういう罠な。私のこと忘れちゃいやよ。ここがそのままだと、え、ちょ、むずっ。え、どういうこと。怒ってる。あれ、倒さなきゃダメってことかな。本当は卵を防御してみたかったけどね。ああ、なるほどね。で、これが隠し宝箱。あれ、あ、これ倒せるんだやっぱり。
イエイ、余裕だぜ。いやー、ここだと思う多分。ほらやっぱりね、想像通りでした。なんだ、マシュマロをご病気につき絶対安静、廊下を走るべからずざます。マリオさん、ということはここにパパとママがいるんですね。うん、あれ、ダメです、鍵がかかっています。我が輩に任せろ。再び我が輩のグレートなパワーを発揮する時が来たようだな。下がっていろ。て、あれ、ちょっと待ってください。足かけたの今。もし、あ、泣いてるクッパ。もしパパが本当に絶対安静なのに大きな音を立てたら大変なことになります。どうしましょう。やはりマルガリータを見つけて本当のことを聞き出した方が確実です。そうだね、我が輩の出番が。クッパ軍団の指揮官に指図するとはいい度胸だ。今回は特別に見逃してやる。マルガリータ様、どうしたんだ。マルガリータ様、なんであのアホ顔した。やめて、あのアホ顔するのちょっとおもろいから。マルガリータ様、またこれでっかいのいるやん。どうしようかな、今回じゃあここで終わっときますか。ちょっと時間が結構やっちゃってるので。はい、ということで、一体このお城で何が起こってるんでしょうか。果たしてマロのお父さんやお母さんは一体どうなってるんでしょう。次回、それで次回ね、その謎が解けると思います。ということで、よかったらまた次も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。